はい、こんにちは、前川です。いつも、ブログをご覧いただき本当にありがとうございます。今日はちょっといつもと違って、外から送っていきたいと思います。このブログで書いてるかどうかはちょっと覚えてないんですけども、最近スーパー銭湯にハマってるんですね。まあ、なんでハマってるかというと、うちの娘がお風呂が好きでスーパー銭湯に連れて行くと喜ぶんで、いつもスーパー銭湯行ってたんですけども、今日はちょっと久々に違うことやろうかな。プールに入ってました。スーパー銭湯とプールって、まあ、似たような感じですね。同じ水に入るってことなんですけども、めっちゃ水飲むんですけど、でもこれで子供めっちゃ喜ぶんですね。何を言いたいかっていうと、ちょっと変化をつけるだけで全然反応って変わってくるんです。今あなたがチラシを、A4 サイズで配っていたのであれば、そのサイズを A3 もしくは B5 にすることによって反応率っていうのは変わっていきますし、 A4 サイズでもコート90で やってたのを再生紙に変えてあげたりとか、コート90もっと分厚めのコート135とか、そういった感じで変化させることによって市場からの反応っていうのは変わっていきます。なので、いろいろそういう変化っていうのをつけていくこと、とても大事になります。どれがいいのか、それは分からないです。それもこれもテストですから。はい。で、そういった感じで、ホームページとかも患者さんの声とかね、先生が載せてると思うので、A さん、B さん、C さんっていう順番だったのを C さん、A さん、B さんにする。もしくは B さん、A さん、C さんにする。それで、そういう並びを変えた時で、どんだけコンバージョンが変わるか。というのもテストしてみる。何事もテストですね。そういう形でいろいろ、いろいろ変化させていくことによって反応というのは良くもなるし悪くもなる。なので全部数値で測って、より反応のいい、数字の出るものを継続して続けていく。そういった感じでしっかり頑張ってやっていかれればなというふうに思います。で、6月ももう終わりですね。今日僕、今月は最高売上が出ました。最高売上が出たんですけども、自分の中でもうちょっとせめて今月の段階でこの数字を突破しておきたいという数字はあったんですけども、それにはちょっと届かなかったのでちょっと満足はできてないですけども、まあ、なんとか記録を更新できたので、まあここで話している内容をしっかりやっていけば売上は上がるんやなっていうのを、まあ自分で改めて再確認ですねできたので、ぜひ、この動画を見てくれているあなたも、たまたま見かけたあなたも、まあ、ここで言ってることやっていただけたら、まあ、少なくとも、僕がやってる6割ぐらいの売上っていうのは出るんだと思います。120から150万っていうのは、まあ、ここで言ってることやってもらってると思いますし、まあ、それをしっかりやっていってもらったらもっと出ると思いますので、はい。ぜひ、無料だからといって、適当に聞かずにやってもらえたらな、というふうに思います。そういう感じで、ちょっと風邪ひきそうなので、僕はお家の中に戻りたいと思います。また何か質問などありましたら、楽ください。では。